り、今はごちそう目の前にしながらもずっとお預け状態ってこと？魔王のマナを求める気持ちが天音の体を通して現れたと。同じ魔族でも血を吸うのは吸血鬼だけだから。私も予想でしかないけれど。では今の事態を解決させるのに必要なことは？お兄の血を吸う？いいんだ。気持ち悪いとかそんな反応来るかなと思ってたから。お兄ちゃん、うさんくさい。正直な気持ちを言ってみ。ことだろうと思ってはいたけど。谷風くん、さすがにそれはちょっと。兄弟のノリがあるかもしれないけど、時と場合ってものもあるよね。ガチで説教されてやんの。バーカバーカ、お兄のバーカ。とにかく嫌ではないんだね。ええ、命に関わるようなことはないと思うわ。そっか、優しいお兄ちゃんでよかったね。ただのひねくれ者って感じですけどね、うちの兄は。ひねくれなのは兄弟揃ってか。二人とも素直じゃないのは僕も同意だ。ノアちゃんまで。